気がついたら今僕はここにいた。ホテルから出てきました。真っ青な海、真っ白な砂浜、眩しい太陽、溶岩のようなサンゴ礁のようなゴロゴロした海岸、砂浜を歩く。中国製の靴を履いて、砂浜にワンちゃん、木陰に集まるワンちゃん、鶏、向こうにも鶏、向こうには飲料水用のタンク、そして船、南国の木、犬たちが集まっております。木陰で一休み。ワンちゃんだらけです。僕の方をことを気になりながら帰っていくというね。穴の中で涼しみながら僕に吠えているという。真っ青な海です。干渉という感じでですね、島がねずっと細長く環状になっているんですね。リキエップ干渉、リキエップアトロバーチャル諸島国でございます。この岬のところには大きな家が建っています。ずっとジャングルが続いております。でここに黄色い建物がたくさんあるのはカトリックの教会。そしてこのグリーンの建物が泊まってたホテル、うん、今よく見たらね、浮きがいっぱいを浮かんでたから、なんか養殖していたのかもしれないね。これね、日本政府、日本がね協力して建てたね大きなフリーザーなんですよ。テレビとかない、電気があんまり使われない島でね、ここだけねなんか近代的なね建物が建っている。1997年って書いてありますよ。警察もいない、郵便局もない、電話もない、インターネットもない。今世界中で何が起こっているかなんて知る由もない。無線が使えるらしいんだけどね、僕は使えないんで。そんな世界からちょっと切り離されたような場所でございます。そんな中でね、ゆったりと2008年から2009年に至る年末を過ごしておりました。本当はね、年が明ける前にね飛行機に乗ってね違う場所に行こうとしていたんですが、
まあその件に関してはまた違う動画で話すと思います。12月のニキエップの日差し、とても気持ちよかったですね。前に日本人がここに来た時はですね、町の人たちにですねエクササイズを教えたそうでございます。そんな話を聞きました。やべな日本人がここに来るのも珍しいということでございます。クリスマスが終わって年末に向かうというそういう時期でございます。みんなねクリスマスパーティーに僕がいることを知ってですね、みんな僕の顔を見つけると近寄ってくるみたいな、そんな感じになってきました。28か29かどうだった時かな、この日の日付がねちょっと思い出せないんですけどね、とにかく12月27の次の日以降に撮ったビデオでございます。27日に黄色い教会でクリスマスパーティーが行われましたね。なんかのどかでございますよ。変な木の実が落ちていたり、遠くで鶏の鳴き声が聞こえたり、そんなさなかをね毎日ね僕は散歩して過ごしました。散歩したり魚釣りをしたり、できる限りねこの島の景色を目に焼き付けてね入りたいなと思っておりましたよ。電気がね使えないからね、持ってきたビデオのねバッテリーがね次充電できる時までね持つかどうかがね心配だったんですよね。だからあまりねカメラもね長くつけるわけにもいかなかったわけでございます。まあ多少のね電気はね使えたんじゃなかったっけかな、部屋の明かりとかね、はい、一応トイレもシャワーもありましたからね。まあでもテレビとかねラジオはあったのかもしれないけど、テレビはないし、まあ冷蔵庫はあったと思うんですよね。最低限の電気は使えるみたいな感じでしたね。カメラをさもっと上の方向けたいところなんだけど、人がいるとねやっぱり下向けちゃうんですね。諸島にね来ようと思ったきっかけはですね、南太平洋を旅したことがあったんですよね。太平洋にはねいろんな国があるっていうことを知ったわけですよ。だけど大半はね南太平洋、南半球に集中しているんですけども、地図をよく見るとね北半球の南の方にもね太平洋の島々の国があるってことを知ったわけでございます。日本の南には
まあ、アメリカ領になってますけど、このね、北マリアナ諸島のサイパン、グアムがあって、その南に、ミクロネシアがあって、で、西にはパラオがあって、そして東側にはマーシャル諸島があるということなんですよ。このね、マーシャル諸島の、ね、存在が、ね、気になって仕方がなかったんですよね。グアムとハワイのことはまあまあ知っていたとしても、その間にあるマーシャル諸島っていうのはね、どういう場所なのかっていうのは知らなかったですからね。まあ日本のね、戦争のね、歴史が絡んでるからこそ、あんまり日本人には馴染みはないのかもしれませんね、観光的には。白い建物は白い教会でございます。25日か24日ぐらいにクリスマスパーティーが行われましたね。ディキエップ鑑賞の風を感じながら散歩をしておりました。なんか人が集まってるのかな。さっき右の方に見えました。お墓ですね。島ですね。なんか欧米感がないのがいいよね。まあちょっとアメリカチックなのかもしれないけどね。子供たちが近寄ってきました。白い教会でございます。みんな集まってくるカメラにね、みんな集まってくるんですよ。つかな、はいはいはい。眩しい太陽と眩しい子供たちの微笑み、気がついたら今僕はここにいた。いや、オッケー。マーシャル諸島というのはね、日本の南東方向にあります。グアムとハワイの間でございます。日付変更線の日本側でございます。いくつかのね、島があってですね、上の方のね、ディキエップ環礁というところに行ったんですね。ディキエップ環礁でございます。もう輪っか状になったね、端の方の島にね、滞在いたしました。